当ですか？1分以内ですか？3分以内くらいかな。おはようございます。みちゅ目覚まし。配信見ながら準備するルーティン、一日のルーティン、じゃん。ふっかんさん、お誕生日おめでとうございます。ふっかんさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。やっぱ長袖は暑いね。もう夏ですわね。はや、30度超える、マジ。熱帯夜来る、熱帯夜。はよ、長袖。暑いから着替えよう、後で、すぐ。かもしんね。まあね、でもお家で日焼けせんよね、あんまり。気をつけましょう、皆さん。水分補給しっかりと。ついの6月でこんなに暑かったらどうするんだ。髪の毛の日焼け止めがあるみたい。
も。髪の毛日に焼けて茶色くならんかな。それで以来違うし、季節は好きです。暑い時期が長く続くと予測が出てます。マジか、はよ、いやだ。寒い方が好きかも。好き汗ばすね。寝てる間に遊んでた。中間まだ、はよ、いや食べたかな。夏といえば何ですか、皆さんにとって。なんか夏フェスとかそういうのじゃなくて、何にしようかな。じゃあ食べ物飲み物で、氷、スイカ、スイカ、かき氷、二択じゃん。バケーションラブ、麦茶、あ、麦茶ね。分かりみが深み。ビール、ビールって答えた方は絶対夏だけじゃないでしょ。ツンとみかん、なんじゃろ。皆さんが夏によく食べるものが聞きたい。そんなに皆さんスイカ食べるの？夏、なんだろう、そうめん、枝豆、スイカバー、私なんだろう、メロンバー、何それ、アイスボックスは確かガリガリ君の目、うん、美味しいんだ。うなぎ、確かに。なんだろう、私ないな。聞いときながら、何してん、袋のかき氷、あれね、わかるわかる。ないな。アイス好き。また浴衣のイベントもしてほしいな。うん、ね。
リリー・ブラウンの浴衣が可愛すぎた。確かにお祭り、いちご飴食べたい。うん、バターアイスが買えない。バターアイスってまだあるの？リリーブラウン浴衣あるんや。リリーブラウンという浴衣もあるんや。そうそう、最近好きなアイス味は、なんだろう、チョコ系。でもなんか話題になってるやつしか食べないんですよね最近。あ、でもピノはずっと好きだな。でも見ないんだけども、バターアイス、あ、フレンチトーストアイス、ピスタチオのピノ、ね、ね、発展堂さんと雪見大福のコラボ食べてない。ねえ、バターアイス食べたい。冬なのかな、なんかバターだからもったりしてるっていうか、あれな感じで冬だけなのかな。ビスケットサンドアイスの午後の紅茶味がめちゃくちゃ、ビスケットサンドめっちゃ好き。午後の紅茶の何味？ストレートティー？はよ。アイス美味しかったよ。私好きでしたけどね。塩をかけて食べてた。ビスケットサンドめっちゃ好き。無印に何があることを最近知った。そうなんだ、あ、ミルクティーなんだ。白い恋人、あー、どんどんなくなってるね。まあそういうもんなんだろうけど、最近冷凍庫の調子良すぎてガチガチ冷凍庫が頑張ってる。ステーキは母が焼いてくれました。小枝のアイス予想通りすぎて普通だった。そうなんだ、小枝好き。でも純の家には今なんていうんだっけ、あれなんちゃらチョココーンなの、コーンのちょっとちっちゃいさチョココーンワッフルみたいなアイスと凍らせてるチョコパイがある。そうそう、チョコパイ食べようかな。朝がいいよね、やっぱり。朝だと罪悪感ないんだよね、あんまり。罪悪感 5% で食べれる、朝は。夜は 87% ぐらい。うちには小豆バーが常に冷蔵庫にある。そういう方々のおかげで小豆バーは昔からずっとありますって言ってた。
またアイス冷蔵庫に。いいな、またアイスまた売ってくれんかな。小豆バーでもめっちゃ硬いらしいですね。全然食べた記憶ない、食べたことある記憶ないんですよね。油断すると骨が折れそう、マジ。油断せんかったらどうやって食べるのそれ。仕事行って行ってらっしゃい。小豆バーをレンチして洗剤か。ステーキとウーロン茶大丈夫だったし、まあ昨日はジンジャーエール飲んでたけどね。はい、カントリーマームのチョコまみれ美味しいよね。食べたい。いや、美味しい。あんまのチョコチップメロンパンアイス、ね、気になる。この後二度寝しますか。どうだろう。全然できる時間なんですけど、お仕事的には。感じです。やっほー、キャラメルパーティー。なに、はよ、バターアイスの正式名称、かじるバターアイス。起きたらお昼だったのはかなり面白かった。本当？じゃあ絶望感に満たされる。ひなが乗ってる。え、そうなんですか？中国新聞？中国何？中国何？え、なんでなんで読まなきゃ。新聞の記事に。みちもアイス紹介ボットみたいな人フォローしてるの、してる気がする。アイスしてた気がする、気もする。アイスに塩かける、そうそう、ユキンファイトです。確かに背景変わってる。あっち、全然詳しいわけじゃない。私詳しくないですよ、アイス。あんまり見ないし、最近。店頭で。まあでも、アイスって話題になるもんね。新しいの出たりしたら。夕方楽しみなことある。何？
世の中の話題の8割ぐらいアイスだからね。アイスすよ、アイスすよ。あかりんさんにね、そんなことだろうと。楽しんで。何より毎日見ての好きな食べ物でもの話が聞ける道をでも何より楽しみです。ほんと未知の肉球写真はありません。暑いね。なんでチーズが、チーズ系のおかきって美味しいんだろう。なんでですか。ね。チーズおかき強すぎる問題。ね。仕方行ってきまってらっしゃい。チーズが大正義だから、チーズだから、そういうことか。チーズだから美味しかったんだ。はよ、チーズって結局カロリー高いんですかね。高いんじゃないですか。わからん。太ももの内側につくっていう、チーズとアイスは。私が一番痩せたい派、痩せたいところ。誰が言ってたの？ネット。もう決まってるっぽいですよ、場所が。本当か知らんけど。もうちょっと引き締まってきた気がする。わかりませんが、それではちょっと配信を終わりたいと思います。暑い。半袖に着替えよ。13位バスケさん、12位ソリオさん、11位ソニドニさん、10位シャルルさん、9位試験マシンさん、8位リョウスケさん、7位ギルスさん、6位ダンディさん、5位キョンシーさん、4位マサジさん、3位マモルンさん、2位セリアさん、そして1位はドゥルルルンちゃん、坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンちゃん、にらめっこしましょう笑うとまきよアッププさん。今のは顔文字も真似してみました。ありがとうございます。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、ファイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エディエディオー、えいえい。またねー。じゃらっちゃん。
ります。